バラハタとは、スズキモク、スズキアモク、ハタカ、ハタアカに分類されるハタの一種。アズキガンも、ナガジュウミイバイなどの別名がある。生魚の全長は60センチメートルほどだが、全長80センチメートルほどの大型個体もいる。胸びれ、背びれ、尻びれ、尾びれの後端が黄色で、角ひれの後端と尾びれの上下の端が長く伸びるので、他のハタ類と区別できる。 生魚の体色は和名の通り鮮やかな朱色で全身に赤色の小さな反転があるが、地色が朱色ではなく褐色の個体もいる。幼魚は白、緑、ピンクなど様々な色をしていて、ベラ類に似ているが、目から尾びれの上まで太い黒色の帯があることは共通している。成長するに従って黒い帯が消え、全身が赤や褐色に変化していく。 インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布し、日本でも和歌山県以南に分布する。岩礁や珊瑚礁に生息するが、生息域は浅い海から水深200メートルほどの深海まで及ぶ。他のハタ類は海底からあまり離れないが、バラハタは海底から離れて遊泳することも多い。食性は肉食性で、エビ、カニ シャコなどの甲殻類や魚類を捕食する。釣りや底引きも等で漁獲され、他の旗類と同じく食用にもできるが、生物の汚により、シガトキシンという毒を体内に蓄えることが知られている。特に大型個体はシガテラ中毒の危険が大きく、普通は食用にしない。しかし海域や食べた餌によってはこのシガテラ毒を持たない個体も生息しており、沖縄、 宮古島では高級魚として扱われている。現地の漁師の間では、シガテラ毒を蓄積した個体は表面が黒色に変化するため、判別は可能であるとされることもあるが、科学的には否定されている。2016年4月12日、東京都中央区の築地市場において、宮崎県沖で漁獲された個体が、食用の筋あらと誤ってという理由で、販売されていたことが分かった。 東京都福祉保健局は消費者に対し食べないよう注意喚起した。その後、中国料理店にて提供されていたことが分かったが、健康被害は確認されなかった。また、蒸気事柄に連動して、同年3月30日に沖縄県にて販売されていたバラハタを自宅で調理して食べた二人が中毒症状を起こしていたことが報道された。沖縄県では、 バラハタの販売に関する規制がないため、市場でスジアラと並べて普通に販売されている。沖縄、宮古島では高級魚として扱われており、現地の漁師はすべてのバラハタが独魚ではないと、フェイスブックで名誉回復を訴えた。市場によっては販売が規制されている。鶴笛、長獣ミーバイなどオジロバラハタバリオラアルバイマージノタ。ありがとうございます。